ということで続いてですね、えー、子ども対抗についての議奏進めていきたいと思います。よろしくお願いします。まず子ども対抗の中身に移る前に、まあ子ども基本法の内容について確認しておきましょう。 まず第一条ですねこちらには目的についいてて書かれています、まあ、この法律は日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとって時代の社会を担う全ての子どもが生涯にわたる人格形成の基礎を築き自立した個人として等しく健やかに成長することができ心身の状況置かれている環境等にかかわらずその権利の擁護は図られ 将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して社会全体として子ども施策に取り組むことができるよう子ども施策に関し基本理念を定め国の責務等を明らかにして及び子ども施策の基本となる事項を定めるとともに子ども政策推進会議を設置することによって、えー、子ども施策を総合的に推進することを目的としていると。まあ、ここののの日本国憲法、まあ、児童の権利に関する条約この2つも 特に、まあ、日本国憲法については、えーまあ、教員採用試験対策教育法規の中で、まあ、頻繁に出題される大事な法規ですね。で皆さんが受験する年度というかでは今ご覧になっている皆さんはですねこの子ども基本法とか子ども対抗に合わせてですね児童福祉法とかこの児童の権利に関する条約についても、えー、復習しておいていただけるといいかなと思います。 で、えー、続いてですね。まあ言葉の定義なんですけれども、まあ皆さんもお気づきかと思うんですが、子供ってひらがなになってますよね。で、この子供っていうものは年齢で区切られてるわけじゃないんですね、定義では。例えばですね、さまざまなそのまあ教育法規でこう見ていくまあ法規にはまあ児童とはまあ18歳未満の。 ものを指すとかね、まあ、そういう定義がされているんですけれども、まあ、ここの場合子どもっていうのが年齢じゃないんですね心身の発達の過程にあるものをいうというふうになっております。でこの法律において子ども施策とは次,次に掲げる施策その他の子どもに関する施策およびこれと一体的に講ずべき施策をいうと。新、ま、生、あ、時期。 乳幼児期学童期及び春期の各段階を経て大人になるまでの心身の発達の過程を通じて切れ目なく行われる子どもの健やかな成長に対する支援で子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資するため、えー、就労結婚妊娠出産育児等の各段階に応じて行われる支援で家庭における養育環境その他の子どもの養育環境の整備といったことが、えー、子ども施策だと、えー、いうことですね。 で続いて、まあ、こういう教育法規的なというか、えー、大事な部分としては、基本理念はやっぱり外せないですね。第3条です。子ども施策は次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。と。1つ目が、全ての子どもについて個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取り扱いを受けることがないようにすること。 2つ目が全ての子どもについて適切に養育されることその生活を保障されること愛され保護されることその健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられることっていうのが2つ目ですね。で3つ目が全ての子どもについてその年齢及び発達の程度に応じて 事故に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されることこの意見を表明する機会っていうのが、えーまあ、何度か出てきますのでまあ押さえておいてください、まあ、大事な考え方ですね。 で全ての子どもについてその年齢および発達の段階に応じてあ発達の程度に応じてその意見が尊重され、まあ、また意見について出てきましたが意見が尊重されその最善の利益が優先して考慮されることこの最善の利益もそうなんですが児童福祉法の中でもキーワードとして挙げられる,も挙げられることがありますので、えー、押さえておいてください非常に大事なキーワードとなります。 で5つ目が子どもの養育については家庭を基本として行われ父母その他の保護者が第一義的責任を有するという認識のもとこれらのものに対して子どもの養育に関し十分な支援を行うとともに家庭での養育が困難な子どもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することによって子どもが心身ともに健やかに育成されるようにすることとあります。皆さんお気づきですかねあの 似たような教育法規見たことないですか教育基本法にあるんですね、えー、父母その他の保護者がまあ、教育についてはですね、えー、第一的責任を有するというような条文がありますここは養育ですね子ども基本法なので養育子どもの養育については父母その他の保護者が第一的責任を有しているんだと ここも関連させて押さえておくといいかなと思います。で家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備する。というのが六つ目に挙げられています。で第四条には、えー。国の責務。第五条には地方公共団体の責務。で第六条には。 事業主の努力、第七条には、えー、国民の努力っていうものがそれぞれ規定されています。まあ国はどんな責務があるかっていうと、まあ基本理念にのっとって子どもの策を総合的に策定し、えー、および実施する責務を有しています。地方公共団体もまあ区域内における子どもの状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有すると。で我々国民はですね。 基本理念にのっとって子ども政策について関心と理解を深めるとともに国または地方公共団体が実施する子ども政策に協力するよう努めるものとするといったような我々にもこの努力が課せられているわけですね。で年次報告とあるんですが第8条にはですね、まあ、政府は毎年国会に我が国における子どもをめぐる状況及び 政府が講じた子ども施策の実施の状況に関する報告を提出するとともにこれを公表しなければならないというふうになっています。また、まあ、子ども対抗について、まあ、この、ね、解説では見ていくんですけれどもこの子ども基本法の中にはその対抗について書かれている部分があるんですね第9条です。 政府は子ども施策を総合的に推進するため子ども施策に関する対抗を定めなければならない子ども対抗を定めなければならないとこれ政府に義務がある政府が定める義務があるんですね子ども対抗を作るのは政府ですよというところですで子ども対抗は次に掲げる事項について定めるものとするとどんなことが掲げれるかっていうと子ども施策に関する基本的な方針で重要事項 で子ども施策を推進するために必要な事項について、えー、記されるものだと定められるものだとあるわけですね。で、えー、この子ども対抗にはですね、えー、子ども施策に子ど対抗に定める子ども施策については原則として子ども施策の具体的な目標及び達成の期間を定めるものとすると。 まあ先ほど、まあ、皆さんもご覧になってくださっているかなと思うんですが第4期教育振興基本計画も5年間の期間っていうものの中での、えー、資料になるわけですね。で子ども対抗も、まあ、達成の期間というものが定められている,いるわけです。で内閣総理大臣は子ども対抗の案について、えー、閣議の決定を求めなければなりません。 で閣議決定があった時は子ども対抗を遅滞なく公表するということもあります。で政府だけではなくて都道府県市町村ともに、えー、都道府県子ども計画について作るということが、えー、努めるものとする努力義務としてこちらに定められています。 それぞれぞ都道府県市町村における子ども施策についての計画を定めるということですね。で、まあ、注意事項として、まあ、そこまで、まあ、ここは細かい条文になってくるんですけれどもそれぞれ、えー、子ども計画を作ります都道府県市町村ごとにね。都道府県ごえー、で作る中で、えー、これまでに子ども 政策まあ子どもの貧困対策の推進とかまあいろいろあったわけですけれどもそれぞれのそういう対策の中で作られていた計画書っていうものがあります。でそれらの計画書と一体のものもとととしてて作成すするることができるという,ふうになっています別々ではなくて一体のものとしてこれまでの取り組みの中で作,り作られていた作らなければならなかった計画として、まあ、一色たに一体のものとして作成することができると。 でえー、子ども政策を策定し実施及び評価するにあたっては子ども政策の対象となる子どもまたは子どもを養育する者その他の関係者の意見をを反映すするるるために必要な措置を講ずるものとするとありま,すまあ子どもたちの意見を表明する機会をこう大事にするっていうところがありましたがやはりこの意見を反映させるっていうことが大事な考え方であることがわかります。 あと子ども家庭庁には子ども政策推進会議会議っていうものが置かれます。何をするかっていうとこの会議で子ども対抗の案が作られるんですね。で会議の会長は内閣総理大臣になります。 で、続いてまあ、これは補足的なものなんですけれども、プラスアルファの情報やですね。えー、まあ、児童福祉法っていうものが出題される自治体も実はあります。で、全てではないんですけれども、も、えー、大事な部分をちょっとピックアップしました。第1条にはですねえー。全て児童は児童の権利に関する条約。 の精神ににり、えー、適切に養育されることその生活を保障されること愛され保護されることその心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有すると。で第2条には全て国民は児童が良好な環境において生まれかつ社会のあらゆる分野において児童の年齢及び発達の程度に応じてその意見が尊重されその、えー、最善の利益が優先して考慮され。 心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならないと。で第2条の第2項ですね児童の保護者は児童を心身ともに健やかに育成することについて、えー、第一義的責任を負うと。で国及び地方公共団体は児童の保護者とともに児童を心身ともに健やかに育成する責任を負うと。でこちらのですね文をですね子ども基本法と見比べてみてください。結構共通している部分があるかなと思います。 特にこの最善の利益等は、えー、よく出題されるキーワードとなりますので押さえておいてください。はい、ということで、まあ、先ほどの子ども基本法で定められた、まあ、子ども大対抗を作りましょうとなりまして、えー、子どもその作られた子ども対抗について早速確認していきたいなと思います。で子ども対抗が目指している子ども真ん中社会と、まあ、皆さんも聞いたことあるかなと思います。 まあ全ての子ども若者が身体的精神的社会的に幸福な生活を送ることができる社会だと、まあ、ウェルビーイングの説明で第4期教育振興基本計画の中で実は見たものですね。で子ども真ん中社会とは全ての子ども若者が日本国憲法子ども基本法及び子どもの権利条約の精神にのっとり生涯にわたる人格形成の基礎を築き自立した個人として等しく健やかに成長することができ 心身の状況を置かれている環境等にかかわらず等しくその権利の擁護が図られ身体的精神的社会的に将来にわたって幸せな状態で生活を送ることができる社会であるとここ子どもの権権利利条条約約ってなっててなるんですけどあの児童の権利条約のことですねこの子ども大綱の中ではあの中が書かれてましてこの子どもの権利条約ってなってるけども児童の権利条約のことですというふうに書かれています。 なんでちょっと混乱してしまう人もいるかもしれないんですが子どもの権利条約というのはそういうことですね今言っったのの権利条約のことやと思っておいてくだ思ていいくさ具体的にはですね、まあ、どんな社会かっていうと全ての子どもや若者が保護者や社会に支えられ生活に必要な知恵を身につけながら、まあ、心身ともに健やかに成長できる個性や多様性が尊重され尊厳が重んぜられ自分らしく一人一人が思う幸福な生活ができる。 さまざまな遊びや学び体験等を通じ生き抜く力を得ることができる夢や希望を叶えるために希望と意欲に応じてのびのびとチャレンジでき将来を切り開くことができる。で固定観念や価値観を押し付けられず自由で多様な選択ができ自分の可能性を広げることができる。その他にも 自らの意見を持つためのさまざまな支援を受けることができその意見を表明し社会に参画できると、まあ、子ども基本法の、えー、確認の中でも出てきてましたが何度もありましたが、まあ、意見を持つことそしてその意見を表明するという機会が保障される、まあ、関連する部分で大事な部分なので抑えておきましょう。で不安や悩みを抱えたり困ったりしても周囲の大人や社会にサポートされ問題を解決したり乗り越えたりすることができると。 さまざ、あ、まな困難な状況に陥った場合には助けられる守られるで差別されたり孤立したり貧困に陥ったりすることなく安全に安心して暮らすことができるで働くことまた誰かと家族になること親になることに夢や希望を持つことができる社会のことを子ども真ん中社会だというふうに示されました。でこううした子ども真ん中社会のの実現っていうものが 子ども若者が尊厳を重んぜられ自分らしく自らの希望に応じてその意欲と能力を生かすことができるようになることや子どもを産みたい育てたいと考える個人の希望が叶うことにつながって子子や若者者育てて当事者の幸福追求ににおいて非常に重要であると、まあ、結果として少子化人口減少の流れを大きく変えるとともに、えー、未来を担う人材を社会全体で育み社会経済の幸福と持続可能性を高めることにつながると。 まあ子どもや若者子育て当事者はもちろん全ての人にとって社会的価値が創造されその幸福が高まることにつながっている。で子ども抗の使命って何かっていうと子供や若者のの最善の利益を第一に考えることだとだありますそして子どもや若者を権利の主体として認識する。 まあこの辺りも児童福祉法子ども基本法ともに大事なキーワードというか共通して出てくるキーワードですので押さえておきましょう。で誰一人取り残さず健やかな成長を社会全体で後押しすることによって子ども真ん中社会を実現していくということがまあ今目指されているところです。で、えー、全ての子ども若者が幸福な生活を送ることができる子ども真ん中社会の実現に向けて6つの柱が示されました。 1>, こちらですね、1つ目が、まあ、最善の利益を図る2つ目が意見を聞いていく対話しながら共に進めていくで3つ目が、えー、子どもや若者子育て当事者のライフステージに応じて切れ目なく対応し十分に支援していく4つ目が幸せな状態で成長できるようにすること5つ目が、まあ、価値観考え方を、えー、まあ あ多様な価値観考え方を大前提として若い世代の視点に立って結婚・子育てに関する希望の形成と実現を阻むアイロンの打破に取り組むと6つ目が政作、まあの総合性を確保するというところですねこの6つの方向性を押さえておくといいかなと思います。で、えー、と中でもちょっとピックアップしてご紹介しておきたいのが、まあ、1つ目の部分ですね最善の利益を図るっていう部分ですが、まあ、その中でも繰り返しあるのが意見表明参画と自己選択。 自己決定自己実現の主体である子どもたち若者を大切にしていくで乳幼児期から生まれながらに子どもたちは、えー、権利の主体なんだということですねで多様な人格を持った子として尊重して最善の利益を図っていくということが目指されているでその中では意見を言える 述べた意見が反映されて周囲や社会が変わっていくという体験を積み上げながら希望と意欲に応じて将来を切り開いていけるように取り組んでいきますと、まあ、子どもと共にという姿勢で自己選択自己決定自己実現を社会全体で後押しすることがまあ求められているわけですね。まあ、可能性を広げげててていいいってああるるこことととが重要であるよということも示されていま,すまた繰り返しになるんですけれどもまあ 困難な状況かから守っててあげるとということが書かれ例えば、ー、2つ目の、まあ、意見を聞くっていうところの方向性の中には、えー、何度もやはり繰り返しで出てくるキーワードですのでそれぐらい大事やということをちょっと伝えたくて入れてますが意見を形成しその意見を表明することで最善の利益を実現するという観点から、まあ、意見を年齢や発達の程度に応じて尊重しますよということですね。 そうした環境づくりが行われることがまあ、この子ども対抗の中でも示されているわけですで、意見を表明する意見を聞き取るっていうところではもちろんここに書かれている通りなんですねこれも注意してほしいんです、えー、言語化された意見だけでなくてさまざまな形でまあ、子どもや若者が発する、えー、思いや、えー 願いについて汲み取るための配慮を行うということが示されているというところですね。そのための場や機会を作っていってそして自己実現を後押ししていくとともに社会の形成に参画する態度を育んでいくということが目指されています。はいえー、ということでこちら、えー、子ども対抗の解説ですね終わりたいと思います。ありがとうございました